ですね。正式な遺言状であれば婚約話に一石を投じることくらいはできそうです。それはない。遺言状はまだ弁護士が持っている。調べた。あとはお前次第だ。ちょっと行って盗んでこい。事務所に行ってる。あ、マイコ、待ってよ。だって私のことですから、全てお任せ指導しなんてできません。それに京一郎さんが心配だし。ごめんなさい、私自分勝手ですよね。私から危険なことをお願いしておきながら心配だなんて。ちょっと京一郎、心配されてるんだからちゃんと答えてあげなさいよ。京一郎と二人きりになる琴子さんが心配でついてきたんです。Thank you.
かりました。了解です。金庫の鍵は503291ですよ。これでしょ。何でしょう。これはおじい様が書かれる字ではありません。これです。これはおじい様の書かれる字です。で、どうするんだ、婿殿は。まんざらでもないって顔してるくせに、本当は玉のこしだって喜んでるんでしょ。
だが、これを盾に異議申し立てをすることはできるだろう。この遺言状をお前とコトコの二人で持って行ってたな。コトコは俺のものだくらい言ってきたらどうだ。ちょっと、だって結婚してるわけじゃないのに、それはダメだよ。マイコ、落ち着きなよ。例えだよ、例え。方便だ。利用できるものは何でも利用しろ。何よ、ごねちゃってさ。本当は嬉しいくせに。あ、京一郎。遅いよ。手錠してなかったでしょう。だって、京一郎、夜は部屋の中でタバコ吸わないでくれるよね。ここに吸いに来るもん。だから、ほら、言ってあげなよ。もう1時間も経つかも。ことこさん、京一郎が来てくれるの待ってるんだよ。あのね、京一郎が夜に屋上にタバコを吸いに来るのはことこさんも知ってるんだよ。
てあげて。私じゃ慰められないこともあるの。あ、でもね、もうコトコさんの体冷え切ってるからね、すぐに連れて部屋に戻るんだよ。京一郎さん、来てくださって嬉しいです。遺言状を見たら、おじい様が死んでしまったんだって実感しました。私、おじい様のことも忘れていたんですよね。見取ることもできなかった。京一郎さん、ありがとうございます。本当にありがとう。